はい、皆さんこんばんは、ギタリストのヒカルでございます。前回の動画からですね、非常にちょっと間が空いてしまいました。その理由なんですけども、この左手のね、肝心要のこの左手がですね、この手首の方にちょっとガングリオンって言って、異物がですね、できてしまって、そのおかげでですね、手首が非常に痛くてですね、ギターがしばらくちょっと弾けていませんでした。で、まあ、ガングリオン自体はまああるんですけども、まあ直感的なこう痛みがもう弾けましたので、またギターの方を再開していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。うまいギタリストは早弾き、チョーキング、ビブラート、スライド、すべてにおいてうまい。はい、非常にうまいギタリストはですね、早弾きに限らず、何を弾いても本当にもう上手です。なんかこうバッキング弾いた時点でね、もうこの人絶対うまいなっていうのがこうひしひし伝わってくるんですね。右手のピッキングであったり、もうスライド一つにしてもね、本当もう大切に弾いてるので、上手いギタリストのねがいましたらね、ぜひちょっと参考にしてみていただければなと思います。はい、ということでですね、前回に引き続き、EX8 ですね。今回はね、前回確か7だったので、今回はちょっと8の方を弾き倒していきたいと思います。はい、では早速ね、今回弾くフレーズをちょっと出したいと思います。はい、このような感じですね。ほとんどピッキングはないんですね。ほとんどもうハンマーリング、プリングの3小節で16分音符ですね。これはまたいつものね、ちょっと遅めのテンポから少し早めのテンポまでちょっとチャレンジしてみたいと思います。はい、この指使いはほとんど中指、薬指、人差し指っていったパターンと、まあ、後半はちょっと小指も入ってくるのかなっていう感じですね。はい、まずじゃあ早速ですね、いつもの感じで私がチャレンジしてみたいと思いますので、皆さんもね、ぜひチャレンジしてみていただければなと思います。はい、では早速やってみたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。前半の BPM はですね、120で、後半は BPM175 で弾いてみました。なかなかね、この16分音符をこう、意識してるんですけど、なんかこう、フレーズ的にはですね、なんか4つの塊なんですよね、ほんとね、4444っていう塊なんですけど、こう、頭のどっかでね、4つの塊、7個の塊、5つの塊ってなっちゃってるんですね。ここがちょっと16分音符でちょっと弾きづらい感じになってますので、これをね、うまくこの4つに分けて弾くっていうことですね。ちょっと赤丸でつけてみますね。なんかこう惑わされるっていうかね、ここの4つの塊とここの7つの塊で5つの塊でまた7つ、5つ、4つ、4つ4つかなっていうね、こう頭の中でね、なんかこう分からなくなってしまうんですね。本当は本来16分音符なんですけど、4つ4つの区切りできっちりね、覚えてほしいんですけど、なんかどうしてもね、こういう
こういうふうに覚えてしまいがちなので、でこういうふうに覚えてしまうとね、赤丸で囲った感じで覚えてしまうので、非常にこうリズムが取りづらくなるっていうかね、16分音符じゃなくなってくるっていうかね、非常に16分音符で弾くのがきつくなってきます。なんかこう32分音符気味っていうかね、そんな感じになってしまいますので、ちょっと惑わされないようにですね、弾いてほしいなっていうのが、まあ今回のポイントではないかなと思います。で個人的に、まあこのフレーズはですね、左手のまあ練習のフレーズになると思いますので、このスライドの部分ですね、ここも結構なポイントになるかなと思います。でも流れ的にですね、弾いていくと自然にね、このスライドは出てくるかなっていう気はいたしますね。はい、右手の方はね、今回ほとんどもうノーピッキングでもいいくらいなんでね、もうこういうふうにもう弾いてしまってもいいくらいなんでね、はい、なのでまあ右手の練習っていうよりも、今回は EX8 はですね、左手の練習になると思いますので、まあできればですね、やっぱりここに書かれてる運指の通り覚えた方が後々ね、楽になってくるかなと思います。でもまあ私もね、ポールの指使いがもう癖ついてしまってるので、この運指ではね、非常にきついんですけども、やっぱりこの運指の方がやっぱりこう流れるように弾くことができるんですね。あんまりこうポールのこの最初のっていうね感じであれば、このいきなり薬指、小指、薬指、人差し指っていう感じで弾くとなかなか難しいんですけど、まあ、この通りね、覚えていただければなと思いますので、ぜひね、チャレンジしていて、ぜひですね、チャレンジしていただきたいなと思います。今回は、そうですね、イングへのこれ、手癖のフレーズではないんですけども、こういうような感じのフレーズがですね、非常にイングへも多いので、今後ね、役に立っていくフレーズではないかなと思いますね。イングウェイはね、どういうフレーズが、今度、そうですね、EX9 の方で、本当にもうイングウェイの手癖フレーズみたいなね、王道のフレーズが出てきますので、ぜひね、まあ、次回 EX の9ですね、まあ、ちょっと2小節なんですけど、これ36分音符なんですけど、これね、ちょっと書いてないんでわかんないですけど、まあ、次回はね、手癖フレーズになってきます。まあ、このフレーズの応用編っていう感じになってきますので、まあ、イングウェイをね、弾いていこうっていうんであれば、この今回の EX8 はですね、非常に参考になるフレーズではないかなと思いますので、ぜひね、左手を鍛えるっていう意味でね、覚えてみてはいかがかなと思います。はい。今回もちょっとね、あんまりポイントっていうのはないんですけども、ぜひね、何回もこう、チャレンジして、こう、フリースタイルっていうのはね、本当に、ダメで、本当きっちりね、クリックを流して、それに合わせて練習することによって、本当にうまいギタリストになっていきますんで、この、できればね、フリースタイルでやっても、フリースタイルでやった方がね、弾けるんですよ、簡単に。なので、フリースタイルではなくて、フリースタイルっていうのは、クリックなしで弾くということなんですけど、フリースタイルではなくて、あくまでも、クリックに合わせて、練習をしてください。そうすることによってね、バンドでやった時っていうのも、しっかり身についていきますので、はい、フリースタイルでね、こう、覚えていって、実際こう、バンドで演奏した時ってね、なんかこう、全然感覚が違ってくるんですよ。ずっとフリースタイルで弾いてて、いきなりこう、ね、テンポに合わせて弾くって言ってなるとね、全然弾けなくなりますので、もう最初からね、テンポ、このクリックを聞いてやるっていう練習方法をですね、身につけていってほしいなと思います。はい。ということでですね、まあ、この辺でちょっと終わりにしたいと思うんですけども、次回 EX9 もですね、まあ、今日の応用編っていうことでね、パッと見た感じは、31、2、3、4、5、6、7、8、そうですね、32分音符になってるんですね、次もね。はい、なのでちょっとね、
次のフレーズもですねテンポをゆっくりめにしてね、弾きこなしていきたいと思いますので、ぜひあの次の動画もですね、見ていただければなと。で一緒にですね、練習してまたこう一歩ずつね、イングエに近づいていって、最後はですね、イングエの曲をねチャレンジしていければなと思いますので、これからもねちょっと頑張っていきましょう。はい、私も一緒に練習していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はね、これにて終了にしたいと思います。今回も、最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。じゃあ次回動画を楽しみにしていただければなと思います。